3万円以内で買えて、えてなおかつ,おかつこのクオリティっていうのは,のうのはもうこれは素晴らしいとしか言いようがないですね,こ,ですねこんにちはイヤホンヘッドホン専門店イヤホンピア PR サフの2代目イヤホンおじことユデです 今回ご紹介する製品は、ファーウェイのフリーバッツプロ3です。イヤホンウェブ価格で28,800円。発売日は2023年の10月17日です。この製品はですね、ハイレベルな音質再現、業界最高水準のアクティブノイズキャンセリング技術と最新の通話ノイズキャンセリング技術を採用したファーウェイのフラッグシップモデルのイヤホンです。それでは実際に見ていきたいと思います。 はい、まずね、デザインについてなんですけども、今ね、ここにあるのが、グリーンのカラーなんですけども、これの他に、セラミックホワイトと、シルバーフロストっていう色もあって、全部で三色展開になっております。で、このケースのデザインなんですけども、まあ、こうやってパッと見た感じですごいシンプルで、スタイリッシュなデザインですよね。で、この充電ケースにはですね、ナノガラスっていうものを採用しておりまして、まあ、それによってね、こうかなり高級感のある、ね、デザインに仕上がってますね。で、前作のフリーバッツプロ2よりも、 約4.5%小型化しているみたいです。 そして隠しヒンジデザインを採用しておりましてイヤホン露出の面積が増加させることによってイヤホン本体がですねかなりこう取り出しやすい設計になっているんですねはい実際に取り出してみてもこれねめちゃめちゃ取り出しやすいですでこの充電ケース自体は 45.5g になっておりますで本体のデザインなんですけども、まあ、いわゆるねこうスティック型のデザインになってましてこちらもかなりスタイリッシュで高級感のあるデザインですねでこちらは片耳で約 5.8g ということで前作よりも約5%軽量化しておりますで操作方法のところなんですけどもここの新たにくぼみデザインっていうのを採用してますでこれによってスムーズに操作ができるようになってますでこのくぼみのところをまあこうつまんだりですとかここをねこうスライドさせることによって操作するタイプのイヤホンになってます で実際の操作方法なんですけどもこのくぼみのところをこういうふうに長押しすることでノイズキャンセリングですとか外音取り込み機能でそれをこうオフにするっていうような切り替えが可能ですでここをこういうふうにスライドさせることによって音量の調節ができます今こういうふうに上にやってるんで音量が上がってますで下にやるとこういうふうに音量が下がっていくっていうような仕組みになってますでこのくぼみのところ1回つまむと音楽が再生ですとか前、まあ、2回やったら次の曲 という,ふうにデフォルトではなってるんですけどもこの操作っていうのは専用アプリの FarwayAILife っていう専用アプリからここをこのつまむ動作をどういうふうにするかとか、まあ、こう1回やったら何にするとかっていうのをカスタマイズすることができます。で装着感のところなんですけども まさっきから、ね、ずっと装着してはいるんですけどもめめちゃめちゃゃ装着感いいですねあのイヤホン本体がね結構ね軽量化されているっていうのもあると思うんですけども、まあ、他のメーカーのイヤホンをたくさんつけてきましたけどもその中でも,もう、ね、トップクラスに装着感はいいイヤホンだと思います。 ではね、音質のレビューのところなんですけども、まあ、パッと聞いた印象ですと繊細さと力強さこのどちらも感じることができるようなサウンドになってるんじゃないかなって思います、まあ、繊細さのところでいくと特にねこう声のところでその繊細さっていうのを一番感じることができますかね、まあ、こう息遣いだったりですとか、まあ、こうボーカルの細かいニュアンス、まあ、そういったところを非常にねこう感じ取ることができてなおかつね クオリティの高さっていうとこ結構ね、こう、量感もありますし、かなりね、下の方まで出てきますし、まあ、いわゆるこう、質のいい低音っていう感じですよね。っていうのを実際にね、こう、聞いていて感じることができましたね。まあ、前作のフリーバッツ r o 2でも、割とね、こう、低域っていうのはしっかりと出ていたタイプなんですけども、この3の方が、ちょっとね、こう、上品になったようなイメージですかね。 この2つの特徴をうまく再現しているのにはドライバーが、ね、関係しているんですよね搭載されているドライバーなんですけども 11mm のクワッドマグネットダイナミックドライバーそしてマイクロ平面振動板ドライバーの2つが 採用されておりますまずこのマイクロ平面振動板ドライバーなんですけども、まあ、いわゆる平面型のドライバーですよね平面型のドライバーは、まあ、こ歪みのない繊細な音を再現するのが得意なドライバーっていう風に言われてますで 11mm のクワットマグネットダイナミックドライバー、まあ、結構ダイナミックドライバーの中では大きい光景になるかなという風に思うんですけどもこの大きなドライバーでパワフルなサウンドっていうのを再現してるんじゃないかなっていう風に思いますこの2つのつドライバーをうま うまく使用しているため、繊細さとパワフルさを兼ね備えたサウンドになっているんじゃないかなっていう風に思います。で、ドライバーの構成的にはですね。実は前作と変わってはないです。なんですけども、この主なまあ、処理をねしているチップの性能が向上したことによってまあ、ドライバーをね。効率よく動かすことに成功しているんですよね。それによってこう音質がね。かなり良くなっているということですね。そして音質のところに、ね、関わってくるコーデックのところなんですけども。HW HWA とハイレズの2種認定を受けておりまして業界最先端のオンスコーデックの LDAC にまず対応しているっていうところと HWA ですねファーウェイとサビテックにより指定された新しい Bluetooth オーディオの仕様の HWA の認定を受けております。 まあ、ファーウェイのフラッグシップイヤホンということでやっぱりねこの高音質コーデックに対応しているっていうところはねさすがですよねそしてもう一つサウンドに関係するところなんですけどもこのイヤホンねリアルタイムで音質最適化っていうのを実は実現してくれてるんですよねまあ音量ですとかあと耳の中をね構造とか まあ着用状況にによっってててリアルタイイムのののコライザーの調整っていうのに対応してますノイズキャンセリングについてなんですけども全世代の3種類のモードとは違ってですねこの FreeBudsPro3 ではモードの制限っていうのを突破してリアルタイムでね好きなようにノイズキャンセリング調節っていうのが可能になっております。 トリプルマイクを搭載したノイズキャンセリングによって正確に環境音を識別することでアクティブノイズキャンセリング能力っていうのが約50%も上昇しているんですよね、まあ、実際にノイズキャンセリング、ね、使ってみたんですけどもかなり強力ですね、まあ、前作のねフリーバッツプロ2も結構強力なノイズキャンセリングだなと思ったんですけども、まあ、それよりももちろん強さもね強化されてましたし前作は 正直ちょっとこう耳の詰まる感じっていうのが結構強かったんですけども今回の Pro3 はその耳の詰まる感じっていうのが結構ね軽減されてるかなっていうふうに思いますねなのでこう全体的にかなり能力がね向上したんじゃないかなっていうふうに思います通話性能についてです実際にここでねちょっと掃除機を鳴らしてどれくらいノイズをカットできるのかっていうのを実験してみようと思います。はい 今、ファーウェイのプリーバッツプロ3のマイコン声を撮影しております。では、掃除機を使ってどれぐらいノイズがカットされているのかやってみようと思います。いただきます。はい、今、今、掃除機やてます。あ、このイヤホンにはですね、ノイズをカットする技術が採用されているので、僕の声がね、しっかりと届いているんじゃないかというふうに思います。知らないには、どういうふうに 覚えててるででしょうかスペックについてですまず連続再生時間なんですけどもノイズキャンセリングオフの状態でイヤホン単体で約6.5時間充電ケース込みで約30時間ノイズキャンセリングオンの状態でイヤホン単体で約4.5時間充電ケース込みで約22時間の再生が可能ですで充電速度なんですけども有線充電まあ普通に t y p e C を挿してイヤホンを満充電するのが40分そしてこの充電ケース自体を満充電 するのが60分そしてワイヤレス充電にも対応してるんですけどもワイヤレス充電の時はイヤホンは変わらず40分で充電ケース自体を充電するのは150分というふうになってます。 そして他のね、スペックというか、機能のところでいくと、まずマルチポイントに対応してます。アプリからイコライザーを自分で調節したりですとか、もともとあるプリセットっていうのを選んで、まあ、自由にね、音質を変えることができます。そして防水防塵性能なんですけども、IP54 っていう風になってまして、まあ、ハイエンドだね、イヤホンの中では、なかなかこの防塵までついてるっていうのはないので、外でもね、かなり使いやすいような製品かなという風に思います。まとめです。まあ、非常に完成度の高い製品 だったなというふうに思います。近年ね。 4万円5万円6万円ってこう結構価格帯の高いイヤホンっていうのが増えてきてる中で3万円以内で買えてなおかつこのクオリティっていうのはもうこれは素晴らしいとしか言いようがないですね個人的には特に音質の部分が素晴らしかったですねダイナミックドライバーと平面型の、ね、ドライバーのハイブリッドで搭載することによって力強さと繊細さこの2つの特徴をうまく生かした音質だった なうに思いますねでノイズキャンセリングのところも素晴らしくて前作のモデルよりもかなり能力が向上していて強さそして自然さこの2つがねかなり良くなっていたのでとっても使いやすいノイズキャンセリングでしたねノイズキャンセリングが必須だよっていう方はもう是非1回買ってみてほしい製品だったなっていうふうに思いますね気になった方は是非イヤホンヘッドホン専門店いいホンでお試しください動画のご視聴ありがとうございます この動画が良かったと思っていただけましたらグッドボタンそしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。